アジの乗り合い船では特選イソメでとってもよく釣れました。お次は手漕ぎボートでの五目釣りに挑戦。こちらはどんな釣れ具合でしょう。マルキューの太田です。今日は特選イソメを本物のイソメと同じように使ってどんな魚が釣れるか試したいと思います。ボート釣りにやってきましたのでボート釣りの釣り仲間紹介したいと思います。おはようございます。ライターの小林です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこちらを使いたいと思います。船では使ったことあるけどボート俺初めてかも。そうですね、ボートでね。ボートって餌めちゃめちゃたくさんいるやん。そうですね、っていうか、ええ、帰ってこれへんもんな、足らへんなったら。沖でも餌買えないですからね、予備の餌を積んでいかなくちゃいけないで、ね、でさ、またいっぱいあると余ってしまう時って捨てやなかな、ね、もったいない。もったいないですよね、こちらだったら、再冷凍して余ってしまっても大丈夫。もう一回冷凍して保存して次の釣りに持ってこれますんで。使う、ボートでこれからも使う。そうですね。今日釣れたらな、でも、はい、じゃあ試してみましょう。 OK、 じゃあいっぱい釣りましょう。はい、行きましょう。天民仕掛けでそこにいる魚を狙います。特選イソメは、10センチ長さがありますので3分の1ぐらいに切ってください。3センチぐらいの長さにして針付けします。針先必ず出すようにしてください。じゃあ投入します。じゃあ誘わずに待ってみましょう。ルアーじゃないんですもんね、餌ですから。あ、来ました来ました。多分シロギスです。本当に誘わなくても釣れるんですね、これ。これがライブワイトってやつ。ルアーじゃないんやな、それが分かりましたって言いながら本当にちゃんとシロギス釣れてるかどうか。おお、来た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 。いい方ですね。いい方でした。では胴突き仕掛けで中層にいる魚を狙いたいと思います。特選イソメをだいたい半分ぐらい、5センチぐらいに切ってやってみましょう。お、来た。お、これは重い。なんか重いな。お、お、やった。カサゴ、カサゴ、結構いいサイズ。おませ釣りで回遊してくる魚を狙いたいと思います。船でアジがいっぱい釣れただけに期待が持てますね。はい、誘いをかけたら一発で食ってきましたね。なんやろな、よし。はい、来た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 。あ、アジやな多分。あ、はい、来ました。あ、アジです。ういっす。お、な、結構入れ食い、バッチリです。まだいいかな。あ、タナゴ、タナゴっす。そっちは何？よし、はい、ダブル。狙い通り特選イソメでいろんな魚釣れましたね。結構釣れたよなこれ。よかった。今日は結局、まあアジ、はい、カサゴ、はい、それからキス、はい、
海タナゴ、うん、あとマダイも小さいですけどマダイも釣れました、うん、結構いろいろ釣れましたね。釣れた。いやびっくりしたのは、はい、普通の餌と変わらんっていうかむしろ、釣れてる時は手返しこっちすごくいい。そうですね、そう、手返しがいいから早くね、どんどんいろんな魚釣れますから、ね、だからアジあれすごかったよな途中、爆発しましたね、はい、あれよかった。でこれ余ってるのは冷凍できるんやつ。そうですね、今日多めに持ってきたんでちょっと余っちゃったんですけど、うん、これをまた冷凍庫に保存して、はい、また次の釣りに使えますからね。わかった。また行きましょうか。 OK、じゃあやろうぜ。また行きましょう。